ああ。つばぜり合いに勝ちやとどめじり、つまり普通に倒すのね。主人公を使わなあかんのか。これ難しいな。主人公を使ってやらなあかんわけか。かなり難しいな。僕、モーマスいけたけど。主人公でやるっていうのが難しいな。まあ、やるか。まあ、一回やってみましょうか。とりあえず。まあ、新ダークドラムに、今まで挑んだことは一回があるんですけど、ストーリー上も。今回はね、主人公で絶対行かないとダメと。つばぜり合いを放つってことは。モンマスじゃ絶対に不可能ということになりますね。いや、モンマス殺しのミッション多いね。本当に。じゃあ行きましょうか。竜神筋の三神器で行きます。まあ、職業主人公いないとダメなんで、今回こんな感じで行きたいと思います。やっぱりドラゴン大好きです。 ドラゴンやっぱ好きなんですよね。このミッションの難しいところは、意外と普通に、まあ確かに考えてみれば、普通にダークマンを倒すだけではあるんですよ。ただ、主人公を入れて勝った試しは僕はないんですよ。そう。そこが難しいんだろうな。まあ、1ターン目はとりあえず瞑想しておきましょう。風マンか。まあ、1ターン目風マンいけます。これが度安定なはずなんですよ、確か。赤目ドリアムは確か1ターン目は特技の可能性がすごく高くて、これで弾けるとでかいよね。さあ、問題はね、HP3000 を削らないといけないんですよね。龍滅拳、いくぜー。はい！あーでも、そうか、打撃に強いからな。デインはダメじゃないかい？コドラン。そうだね。コドランの40程度の賢さでな。いけ、熱く熱く！普通にまずはやっていく。今回は縛りとかねえから。いろいろってまだやれるからね。チームをいろいろ変えつつ、絶技は特技です。はい、大丈夫です。オッケー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 。こういうことよ。こういうこと、こういうこと。で、3ターン目ぐらいにね、つばぜり合い仕掛けて、普通にやるだけでいいんですよ。よくよく考えればね、スペシャルカードも使えるし、今回は。ただ、主人公でダークドラゴンを倒せるかどうかって話よね。配信1回出すだけで全然違うんだけど。さあ、コドラン行ってこい！ブレスキャノン。行くぜー！うわー！よし！いいダメージだ。いいダメージだ。魔神の方向か。なるほどね。あー！いや、ここで麻痺打つとつばぜりできねえな。あ、よしよしよし。これなら次つばぜりいける。いやー、しかしつばぜりを仕掛けなあかんっていうね。勇気いるな、おい。本気の連打をお見せしましょう。聞こえますか？この音が。はい！ ついに身につけた本気の連打。 これがね、スキャバトで教わったサタン連打ってやつですよ。あとは3000まで削るだけだ。そうすれば普通にやればいい。普通にやればいい。普通にやればいい。普通にやれば勝てる。勇気を貯めすぎないようにして。あ、ただこれ削り切れっかな。微妙やな。あー、嫌だね。なんか怖いね。無人の方向は怖いね。なんか一匹止まりそう。止まるなよ。よし！よし！よし！次はダブルキガスもこれは何来ようがね。耐えれる HP はあるから。いや、しかしこれを結構削るの大変かな。貯めないようにね。ここで貯めたらダメだ。もう貯めれないね。よし。当たれば、しっかり当てれば大丈夫だよ。
よしよしよし、しっかり当てればいける。次のターンにしっかり当てることができれば、多分とどめ圏内に入ると思います、僕は。当てろよ、しっかり当ててくれ、頼むぜ。よし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 、圏内圏内圏内入る、圏内入る、大丈夫大丈夫、しっかり当ててくれ、頼む。よしよしよし、キスコ、数々のドーダーも生んできたキスコ、頼むぞ頼むぞ。あ、お、ある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 、外れたわ。キスコ避けたのはかっこよかったんだから、ここ当てていこうぜ。お前さ、会心出せば勝てるぞ、お前。行くぜ。うっさー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 。はい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 、あなたはね、そういうこと、もう君はね、すぐそういうね、わけのわからないことするんですよ、キスコちゃん。キスコちゃん、もう相変わらず、あなたはもう相変わらず、あなたと来たら本当にもうね、毎回毎回あなたはそういうことをする、本当。
よし、勝てるな。おー、炎のプレスが大爆発。やったー、終わったー。オーブが勇気で満ち溢れた。好きなカードを選んで。終わりました。いやー、動画見てたわ。また動画見てたわ。もうなんか長いからさ、もうこの手でこの動画見ないとダメだ。うん、この手のもんは動画見ないとやってらんないですね。主人公に結構難しいんだね。よかったよかった、いけたから。うん、基本ずっと無言とか笑い声とかになってるっていう奇妙な動画になってるんじゃないかな。編集したらもう勘弁してくれ。もう実況とかも疲れるわ。ひどい、これひどいな。え、なに、シャープいくつまで、シャープ60超えてる人間がさ、実況疲れるわ。でも、実況やめろって言われる。これ実況向きじゃないって、本当にこれは。うん。